ここは難関勢4番の今泉をまず抑えました。今泉の先行力を少し警戒という感じ。7番の菅原、後ろの様子を伺っているのは先頭誘導員の後ろ8番の引地です。バックストレッチ、7番の菅原上がります。8番の引地も前に踏む。しかしここは7番の菅原がこれを抑え込んで飛び出しました。残り600を聞いて、さあ7番の菅原先頭、2番手5番の山田、3番手は3番の近藤、4番手に入ったのが8番の引地、4番の今泉は7番手に置かれています。残りが1周、7番の菅原逃げていきます。2番手5番の山田が追走、その後ろ3番の近藤、まくってくる8番の引地、3番手から2番手に迫ってこようというところ、これをブロック5番の山田、さあ内側入ってくるのは3番近藤、さあ8番の引地ももう1回踏んでくる。4コーナーが直線、菅原が先頭、外から引地、さらには外から9番1番の竹村か。